でも聞いてほしい、食べ物をじゃあ食べないって決断したでしょ。今1年間食べ物を食べないって決断したと思うんですけど、その決断を決めたあなたは本当にたくましい、心がハートで感じていると神様がリネハイゴレイがね、こうちゃんと我慢できたんだっていう目で見てるんです今。じゃあリネちゃんが言ったけん食べんとこうと思ったでしょ。1年間ご飯をよく耐えたねあなたってリネハイゴレイが言ってるんで、そしたらもうリネハイゴレイが幸運ばっか引き寄せてくる。そっからとっとことっとこどん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 太鼓がどん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 って鳴り響いて、何か感じた、おお今何か感じた、リネちゃんが言った通り食べないと決断した瞬間に、そしたらもういっぱい幸せ目の前に、なんと目は一瞬意識を失います。その人は意識を失って起きたら、なんか気がついたら寝とったわ、うわっていうぐらいになる。それはなんともしかして、まあ、なんと目の前に大量の一生分のご飯があるんです。やっぱ一生分のご飯、食費ゼロ、やばい、なんと一生分のご飯があったと。その決断をしたことによりやっぱり最強3チームになったと。大凶の方おめでとうございます。あなたは天使です、本当にすごい、なんていう奇跡の女神なんだ。サインだから、しっかり決断をしたということでいい結果が舞い込んできたということですよ。よくできました、一生分ご飯を食べないという決断。その気持ちがすごいんです、その気持ちがすごいんです。その気持ちができないという方にはですね、無理でしょって思った方いるでしょ、その方にはもうご飯あげない。でもきびだんごだったらあげるきびだんごだったらあげるけど、ご飯はあげない。プン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 、色付き上げ、うん、そう、あいちゃうやでもきびだんごだったらあげるよ。みんなきびだんご欲しいか、みんなきびだんご欲しいか、きびだんご欲しい、みんなきびだんご、みんなきびだんご欲しいですか。きびだんご欲しい、分かった、今からきびだんごあげるわ。じゃあ今から山からきびだんご取ってくるけん、ちょっと待っといて。寒いよ、なんでこんな寒い、なんでこんな富士山に登らなきゃダメなの、こんな冬からおかしいじゃろがいな。本当に何をかけたのよ、きびだんご欲しい、きびだんご欲しいって、あきびだんご、でもみんながきびだんご欲しいって言うから取ってこよう。こんなところにきびだんごが、なんでこんな100個も1000万個もあるの、もらっていいんですか、僕に詰めよう、僕に詰めて、僕に詰めて、僕に、よし、こんだけ大量のきびだんごをもらったんだよ、私は元気。リニ新幹線。リニ新幹線がやってまいりました。よし。あ、みんなが駅のホームにいる。みんな、もしよかったらこのきびだんごを食べ、さっき取ってきたよ、富士山で。本当にいいんですか、いいよリネちゃん、やっぱり神、本当に優しい、めっちゃ嬉しい、本当に、うわだ、大丈夫、どうしたの、なんで君でも一つ
しか食べてないんですよね。一つも、うん、いえ一つも食べてないです。1ミリこんなちっちゃいやつ一口かじっただけですよ。なのになんできびだんご食べて倒れたんですか。倒れてる人は今現在も倒れている。大丈夫、経験者。ドゥ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 、遠くからすごい何か聞こえる、何か聞こえる。ドゥ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 、あもしかしてあの有名な倫理警察。ドゥ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 、キャーブラッドブラインブラッドブラーン。そして倫理警察がやってきた。どうしたんだみんな。ベラ本当に何をやってんだ。助けてください、私なんか知らない人が、知らない人にきびだんごあげたら、きびだんご欲しいって言うから知らない人にきびだんごあげたら、一口も食べて倒れちゃって。もしかしてそのきびだんごどこから取ってきましたか。え、富士山ですけど。何をしてんだ、何を考えてる君は。え、なんで。富士山のきびだんごは一番危ないって言われているんです。の子たちがラッパを吹きながら、プロパ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 プロ。じゃあ今から僕が 1,2,3 と数えるから 1,2,3 と数えた瞬間に目をつぶってね、リネちゃんは。なんで。何でもいいからとりあえず目をつぶって、僕が全部やってあげるから。はい、じゃあいくよ。 1,2 ガン。目が覚めた。何だったんだ。なんか目が覚めた急に。なんで。リネ警察。おお、すごいな、バラ本当にすごいな。リネ新幹線、ミーバー。僕は一体何をここで倒れていたんだ。君はね、きびだんごを1ミリ食べて倒れたんだよ。え、この僕が。そうだよ。だがしかし、もう一回寝る。また寝ちゃった。見たが、さっきのすごいのは。はい、ありがとう、本当にありがとう。そしてハグ。そして円満に終わり、最後はエンド、綺麗な形エンドでした。ちゃんちゃん。そう、最後はハッピーエンド、最高だから。みんなは富士山で取ってきたきびだんごを食べて倒れちゃった、倒れてしまった。でもそのきびだんごによって天使が救ってくれたんです。ラッパを吹きながら助けてくれた。って言いながら助けてくれた。そういうこと。明るすぎてさ明るすぎてさ、私の鼻がなんか。めっちゃ晴れてきましたけど、明るすぎて、ちょっと明るい、私がなんか消えちゃいそうじゃん今にも。はかないっていうの嘘。お餅食べたよ、配信始まる2分前にガンドで食べた。2分で食べた。でもみんな、良い子のみんなは絶対2分で食べないで。お餅は2分で食べるもんじゃない。
喉に詰まらせたら大慌て。新年早々外明るい、雪めっちゃ降っとったんだけど、まあ、外明るい、私輝いてるよ。やっぱ私天使かもしれん。天使って言った瞬間に、天使がさ降りてきた瞬間にさ、ほんまにさなんか晴れてきたがん。私天使かな、天使だと思う。私天使かな、もしかしてこれは天使説あるよ。年越しそば、年越しそば食べたよ昨日の。昨日食べた年越しそば昨日食べた。すごくない？ダンス、今年もよろしく。ありがとう、明けおめ。今年もよろしく。やば、どうしよう。やっぱり俺は再確認できたわ、みんなのおかげで。神、神という名の天使や。神という名の天使や。天才さんチーム取締役組長。天才さんチーム取締役組長やから、舐めたらあかんで、俺のこと。分かった。眼圧強め天才やから、眼圧組長やから、眼圧強め。あ、リエカ明けおめ、今年もよろしく。今年はもちろんリネの年にするよね。明けましておめでとう、今年もよろしく。そう、眼圧強め。おい、何か怖いこととかあれば、天才さんチーム取締役組長助けてって言ってください。天才さんチーム取締役組長助けてって言ってみて、そしたらドゥドゥンドゥンドゥドゥンドゥドゥンドゥンドゥドゥンドゥ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 、なんか来た、ドゥ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 、言霊大事なんで、助けてーって。そう、新年さ、私みんなにさ年賀状書いてないわと思って、ちょっと今から年賀状書いてもね、今年もよろしくってか、超でっかい年賀状、これ年賀状にする。見とってや、ね、でっかい年賀状書くけん。なんちゃん今日め、なんちゃん今日め、今年もよろしく。年賀状にする、切手も貼るよ。年賀状のなんか超でっかい、世界で一番大きい年賀状を作った人になる。郵便番号も書いちゃう。岡山県川の水うまい。
ゆえちゃんお日様へ、ハムハムさんチームさんへ。できた。みんなに向けて年賀状が書けたので、年賀状をじゃあもしよかったら受け取ってください。あれ、なんかポストに届いた。なんだこのでっかい年賀状は。開けてみよう。ババン。誰からだろう。ハムハムさんチームの様へ、皆様へ。岡山県水生まれ、岡山県の水生まれリネより。もしかしてあのリネちゃん。しかもちゃんとここに顔の切手まで貼ってある。すごい。2002年11月5日。すごいな。中身を見てみよう。明けおめ、2002年もよろしくお願いします。イエーイ。なんてとっても可愛い。こんな感じ、みんなへの年賀状受け取って。すごくない？世界で一番大きい年賀状。世界で一番大きい年賀状。みんなは顔うまい。あ、左の脳みそが痛い。どっちから。そう、これは私。イエーイ。今年も新年明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いします。みんなは六角だからね。それ水の生まれ、水生まれでしょ。六角だから。私もよろしく。痛い痛い。うーん、痛い痛い。急にねえ、鳥鳴いてる。チュッ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 シャ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 、トントントン、グッドバーンズ、トバーンとバーンとドドロッバーンみたいな。急にバンドし始めたらどうする？チュンチュン泣いてるけど、急になんかさっきみたいなバーンとトン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 トパタパタパンパンパンとカカカカカパタカンとカアンとパンとタンとドロッバーンみたいな。なんか急になんか急にさ、そういう風に奏で始めたらどうする？トイチュンチュンチュンって泣いてる。トリがそれで奏で始めたのビビる。イエーイ、ビビった。嬉しい、ビビってくれて。嬉しい。そう、にぎやか。本当に確かににぎやか。嬉しい、にぎやかって思ってくれて。そう、騒がしい。ダメ、そんなこと言ったら。そんなこと言ったらダメ。騒がしいってか、鳥も自然で生きてんだから。鳥も自然で生きたんやね。私は今日すること終わりたいの。
ょっとまたメール送るわ。また連絡するけんちょっと待っとって。ちょっと相談したいことがあるんですよ。またメール送るんで少々お待ち。よろしくお願いします。初夢、私さ高校の時に戻った夢を見た。初夢、高校生に戻った夢を見て、なんか高校生の自分がいて、なんかすごいいっぱいすごかった語彙力ないけど、高校生の自分がいてみたいな。そうか、そう天才さんチームだった。髪型どうしよう。今日髪型何がいいかな。髪型さ、終わったのかなって思う。終わってないよ。終わっとんよ。ある程度終わっとる。巻きたかったら巻こうと思うしみたいな感じにしとって、悩んどる。髪の毛今日どうしようか。今日どうしよう。てっちゃんハートありがとう。ちゃんラブーラブーちゃんちゃんありがとう。どうしようかな。ヤローフィッシュ、はーい、どうぞ、Thank you。ちょっと待って、ありがとう、世界初プロヒャハ、ありがとう。鏡はね、これシェーディングのね、鏡だよ。シェーディングの鏡。新しくそうシェーディングの聞いて、シェーディング壊れて割れたって言ってたから、中身なくなってシェーディング復活した。新しいやつ買った、シェーディング。それのあれです、鏡で見てる。これ結構使ってる子おると思う。女の子大体これ使ってる。シェーディング分かんないけど、鏡欲しい。かわいい。みんな今日は初詣行くの？今日は初詣行くの？みんな。今日は初詣行くんですか？みんな行かない？初詣行かない？みんな今日は行く？見て今、あ、そうなー、良いね、いいじゃないのか、いいじゃないか。
でも確かに寒いもんな。いつもうちめ家は初詣は時期をずらしていくんですが、そう、大体ね、成人の日とかに行くんですけど、この前はそんな全部がうまく動かない。初詣に行ったら2回大体おみくじをするんですよ私。1個は普通のなんかガシャガシャっていうおみくじと、もう1つはなんかね、道沿いとかにあるなんかなんて言うんだろう、道沿いとかにあるさ、わかるかな、おみくじ、なんか300円、400円で200円かおみくじできますよ的なやつあるが、それでやるよる2回目。でもな、2回目のやつはな、やらんでいいかなとかって思った。なんかもうそんな変わらんかった気がする、毎年ちょっとしか結果が。そう、家族がやるおるけん自分もせんやと思いよったけど、なんかそこまでせんでいいかなと思って。そう、去年初詣行った時になんか、あ、もう来年からせんでいいわと思ったけん、試験今年は1回しかおみくじせん。だからね、まあ今年も大吉を引かせてもらいますよ。もう大吉なんで、もう引かなくても分かるんですけどね、私も大吉なんで、もう引かなくても分かるんですけど引かなくても分かるんですけど大吉なんで。そう、引く前から分かるんだよ、毎年大吉だから俺、本当にこれはでも本当に毎年大吉なんです。行かなくても分かるんだよねそう、ゆうこ先輩が、え、そうなん、え、すごい、20円、そうなん、え、すごいですね、すごい、そうなんですね、すごいな、あるんだね。だいたいおみくじで100円とかじゃない、200円とか。いや大吉だったね、いい、でも大吉なんだよ。 OK ピン、いたしどもありがとう、やっほー、いたしども、今年もよろしく、もちろんリネオシそう、俺クラスになるとレイちゃんに出会えたから、嬉しい。もうそれ、え、ちょっと遠目の結婚してじゃない、それ遠目の、それ結婚してくださいじゃない、もしかして結婚してくださいって言ったんじゃない、それ遠目から、もしかして。そんなラブラブなもうセリフ言われたらもうたまらんわ、悶絶したら嬉しすぎて、おー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 し、おーし、って新年早々幸せさんチームや、そんなこと言わない、おかしくなっちゃいそう、嬉しすぎて、キュンキュンさせてキュンキュンさせて、じゃあ新年早々キュンキュンするセリフを言ってそれで響いたら大吉、響いたら大吉、そう、とろつき上げちゃった、おかしくてでもさ、こうやってさ、早く配信もできてさ、嬉しい、早く配信もできて嬉しいわ。リエタン、今日目あんな、おー、ともさん、大倉さん、あー、FM、あー、明けましておめでとうございます、おはようございます、お疲れ様です、大倉さん、ともやきさん、明けましておめでとうございます、お疲れ様です、新年もおはようございます、お疲れ様です、新年も、新年明けましておめでとうございます、今年もよろしくお願いします、よろく49って言いかけた今年もどうぞよろしくお願いいたします、お世話になりました、去年は早いな、昨年か、昨年はお世話になりました、はい、で、あの、テンション高い、本当ですか、お客様がテンション高いですよ
嬉しい。今年もよろしくお願いいたします。また待ってます。とっても楽しかったのでもしよろしければ待ってます。ありがとうございます。来てくださってめっちゃ雪降ってるんですけど、もう晴れたので多分溶けると思うので、楽しい、いいな、幸せじゃん。朝から朝から幸せ。そう、もうやばい、明るすぎて私の周りが光ってきたわ。どうしよう、ほんまに明るすぎて、どうしよう、明るすぎてすいません。私の周りがもう天使なんで、天使なんで、明るすぎてすいません。神様なんで私、実はそう言ってなかったんですけど、2022年に言おうと思ってて、実は天使なんで、明るすぎてす、ハンドメさん、おーすごいすごいすごいおお、私もよろしくお願いいたしますそういいね、最強やわ。あ、私昨日のねむねむにゃんにゃんこのリップ見てない？ねむねむにゃんこのリップ見ようかな。昨日のねむね、みんなのねむねむにゃんこ何か見ようかな。やばい、リコチが、リコチがグループラインにやばい写真を送ってきた。リクチがグループラインにヤバい写真を送ってきた。リクチ面白い、もうリクチ面白い、リクチじゃあみんなねむねむにゃんこ見よう、みんなのにゃんこと見てみよう。え、シナモンくんのツイッターに、明けましておめでとう、今年は僕の、今年は僕がフレンジャー君に出会って20周年、ずっと一緒にいてくれてありがとう、素敵な思い出たくさん作ろうね。はあ、やばい、ちょっと本当にやばい、ちょっと本当にやばい、どうしよう、本当にやばい、ちょっとリップ送っていいしな、文句、送らんかった、やっぱりやめといた。じゃあみんなにゃんこを見よう。飛行機ナウニャンコなんだけど眠いわよな普通にえ、やばいやばい、めっちゃ黄色い、え、やばい、外が明るすぎて外が明るすぎてこんな色になっちゃった。おー、あや、私光も操れるわ、明るくなっちゃったって言った瞬間に光がこういい感じに消えちゃったから、ほら今操ってるから、光、今光操ってるから、ほら変わってって言ったら変わったし、変わって、ん、もう一回やってみよう、変わって、
終わりなさい。光どもどもよ。うん、なんかちょっとなんかの不具合でちょっとあんまりあれかも。ちょっと不具合が起きたみたいで、ちょっとまた後でしてみますね。みんなのにゃんこ見よう。六角屋くえ、幸せ、いいな、ケーキ。いいな。シナモン。シナモン。なんか振り袖の写真載っけよっかな。なんかオフショット的な感じになるけど、私もなんか乗っけます。みんな乗っけてるから。めっちゃ前の写真なんで、写真、その振り袖の写真が夏とかにあったんですよ。写真、生写真撮影が事件めっちゃ短い、ここぐらいの髪切りたてぐらいのりねちゃんのあれなんですよ。髪切りたてぐらいの、めっちゃ短いと思う。もっと短かった時、これぐらいのりねちゃんのオフショットだから、こんな伸びてるのが違和感しかないけど違和感しかないけど、めっちゃ短いので。てっちゃん好き、好きビームありがとう。てっちゃん大好き、大好き、ありがとう。エイサくん、明けましておめでとう。明けおめ、だからちょっとオフショット選ぼうかな。私の毎日はどこに変わったんだ。スキー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 スよし、決めた。オフショット決めたんで、また載せます。また載せる。オフショット決めたんで、また載せるね。
ちゃからん。でも8時に起きちゃからん。みんな。良いお年を。良いお年を。良いお年を。みんな。今年もとってもいい1年にしなさいよ。言ってなかったが、今年の目標でも改めて書こうかな。今年の目標でも改めて書きますわ。今年の目標、私の目標、じゃあ何か当ててください。リネさんの、リネさんチームの今年の目標当てて。リネさんチームの今年の目標当ててください。リネさんチームの目標は、ドルバーン100の年です100の年ですよ。でも言ったけんさ、あの去年っていうか昨日さ配信でやったけんさ、あれだったけど、飛躍の年です。もう飛躍の、あ、リップついちゃった。飛躍の年にしましょうということで、日しかわからん、日しかわからん、もう約わかると思った。私が逆に日しかわからんけん日しかわからんけん、約わからんのよ、わからんのじゃ、約は日しかわからん。約ってすぐ、あ、なんか健康係みたいな、日曜日みたいな、日曜日みたいな字じゃな曜日のようじゃね、曜日のようじゃね、曜日のようじゃね。さあ、番書入ってるけんさ、あんまり見えんのよね。なんて書いてんか、メンタルコンタクトつけてるけど分からん。飛躍、まあ気持ちでいけるでしょ、多分合っとる、あんま見えんけど、これ合ってるわ、これでいい、これで合ってるよ。確かに日曜日のようみたいな健康係みたいな、健康係みたいな、なんかあったくね。イエーイ、フォー、やっぱ天才。2度あることは3度1000件、私2度あることは3度も1000件悪いけど天才さんチーム取締役組長やからな、もうなんせ。あ、さくぽん、やっほー、あけおめ、今年もよろしく、今年いっぱい思い出すから、ありがとう。
飛躍飛躍の年にしたい。なんか去年はシャーみたいななんかやつだったけど、私今年は本当になんて言うんだろう、まあ2022年一発目からいっぱいなんか決まってきたし、すごいだから充実した年にしたくって、選抜もそうなんですけど、まずはイベントをね頑張れるよ入れるように頑張りたいなっていうのと、まああるし、まあコツコツやっていきたい。あと AKB 新聞さんのあれもしたいなと思うし、なんかいっぱいしたい。そう、そうな、選抜入りしたいなっていうので行きました。今年の目標はこれ。え、アイライナーで描いたらさ、なんか習字の字っぽくなるかな、アイライナーで。筆ペンで描いたらさ、筆ペンでちょっと描くわ今から。アイライナーで描く、黒だしこのアイライナー主役っぽくなるんじゃねっていうので、飛躍どう？イエーイ！どう？どないですか？すごい！イエーイ！すごいって言ってもらった、ハッピー。もうわからん、もういいよ、もう感じはええもうええ感じはなんでもええ、もうわからん、もうわからん、わからん、わからん。これはもうリゲ先生、リゲ先生やから、もうフデペン先生多すぎやろ、ここのコメント欄フデペン先生多すぎやろなここのコメント欄。ええよ、伝わりゃ伝わったね。でもそれぐらい頑張れっていう気持ちを込めた。気合入ってきた、もう頑張るわ。おー、目つきが変わったでしょ。そう、漢字難しい、気合を十分待ち。みじんこ先生、やっほー、ありがとう、こんばんは、みじんこ先輩。そう、頑張るわ、ガンツ強めに。時間が11月5日に見えて、自分誕生日って言ってたけど6分だったっけ、誕生日じゃなかった、自分の誕生日じゃなかった、おい誕生日じゃないの。2期生リーダー最強なの、やるか2021年から飛ばしていくぞ。
算できた。バーン、ドラムいいな。ドラム感じてきた。ドゥルーバーン。楽しいこれ、みんなもやってみて。画面越しめっちゃ楽しいこれ、本当に超楽しい。バーンバーンバリン。ちょっとドラムごっこして、本当に楽しい。メンバーとこで目を合わせる。バーンボーン。やばい、腰が痛い、腰が痛くなってきた、さっきので。どういうこと、どういうこと、公園の時どういうこと、何をしよう。メンバーを見ずにってこと、見ずに何をしようわけ。寝たよ、ちゃんと寝ました、ちゃんと。いっぱい7時まで。と寝た。でも幸せじゃない、2022年からこんな幸せ、テンション高いのは幸せなことだと思いません？私がもし死んでたら配信もできてなかったんですよ。幸せなことじゃないですか。もう本当に生きててよかったと思うわ。1年間な、何事もなく過ごせてよかった、本当に、うん、ね、本当にそうだよ。ということで、みんなに向けてメッセージでも書こうかな。みんなに向けてメッセージも書くわ。いつもありがとうっていう気持ちを込めてメッセージ書く。みんなもうありがとね、ほんまにほんまにありがとう。で、みんなにメッセージを書きます。みんな本当にいつもありがとう。そしてね、まあいろいろとあるけど、2022年も飛躍の年にしたい、みんなで頑張りましょう、ということで今年もよろしくお願いします。受け取ってこのメッセージ。イエーイ。ちょっとそんなこと言っとったら光がまた戻ってきたわ、自分のところに。やっぱり私って光を操れるんや。何を考えとんだろう、私はもう光を操れる人間になって。一番伝わった、嬉しい、ありがとう。俺は悟空、お前はベジータ二人合わされはまるで個人急にその音楽がドゥンドゥン。俺は悟空、お前はベジータ言うと急にその音楽が流れてきた。
めん、一瞬だけ寝とったわ。鳥が鳴きおる、鳥が鳴きおる。30秒だけ寝とった。ごめんな、もうねんけん。ごめん、1秒だけ寝とった。ごめんな、1秒だけ寝とった。そう、瞑想してるんだよ。寝てないんだよ、瞑想。2021年初の清めでもしとこか。うわーし、うわー、集まれ光よ、光集まれ、集まってきた光が、ほら光が本当に集まってきた。おーバーン。そして光を落とせ、光が落ちてきた、本当に光が本当に落ちてきた。やっぱり光を操れる。急に明るくなったもん、今年の清めをやろうって。しゃあ、嬉しい。清めや、清め、本当に、え、あ、ちょ、清めしすぎてさ、明るくなってきた。みんなのちょっとエネルギーが強すぎるかな。これでみんなの方に反射したんだよ、みんなの天才3チームの年にしました。モーヌちゃん、ありがとう、おはよう、ありがとう。昨日タイムテーブル、ありがとう、本当に。でもちょっとまだタイムテーブルで今日分かんないことがあるから、面白かった、教えて、ありがとう、本当に。今年も嬉しく、今年はリネットの思い出も作ろう。あ、カズランくん、ネリー、あけおめー、今年もよろしく、今年もよろく、4級受験頑張ってね、お疲れ様。ブラジル初見さん、エスティンフォーテありがとう、エスティンフォーテーズ2期のリネタンこと爪です、よろしくお願いします、ありがとう。ブラジルありがとう、ハッピーニューイヤー、はい、ハロー、ハッピーニューイヤー。マンサーマンサーユーチムさん、アミハム、ありがとう、ヤッホー。鳥の音をみんなで聞こう。お姉ちゃんが車でバイトに行きました。なんか鳥じゃないと。もう一回。聞こえんな。聞こえません。行ってらっしゃい。気をつけてね、お姉ちゃん。新年早々お姉ちゃんは労働です。新年早々お姉ちゃんは労働に行きました。労働に行き、真ん中のお姉ちゃんは労働人生、車で新年早々労働行きましたね。労働、労働、労働人生、とんとこ、とんとこ。
タタツパタタタタ。トンデカ、そう、トンデカ、トンデカ。ドエヤさん、ハムハム、ありがとう。ありがとう、ハッピーニューイヤー、今年もよろしく。免許、免許は、その、取れる、なんか早めに取っときたかった、もっと。取るんだったら。めっちゃ早めに取っときたかった。免許、まだええかな。車乗らんし、多分、活動中は車に乗ることがないので。まだいいかなって感じ。免許取れるかでも心配なんよね。免許取れるかな私。ミニ警察は無免許でやってるんですよ。ミニ警察無免許でやってるんで免許取りたい。免許は無免許なんですよ実は。いやいいよ、法律的にミニ警察は許されてるんで安心してください。そうミニ警察はいいよ、許されてるんで。あ、分かったか。そう、心の免許があるから。これが、うん？コン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 、リニケース運転中、ボーン止まる。コン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 、うん？誰ですか？あのケースですけど、ちょっと免許証見せてもらっていいですか？あ、免許証ですか？はい。免許証わかりました。はいどうぞ。心の免許証があります。キャーキュン、警察惚れてしまったから一目惚れ、やばい。いいよ、はあっていうストーリーがあるので、心の免許証があるから。免許証いらねえ。免許って大変かな。でも車乗れる人かっこいいなと思う。車乗りたい。かっこよくない？車乗れるの。でも私助手席が好きで、お姉ちゃんがその昨日お姉ちゃんとドライブ行ったんですけど、お姉ちゃんもお母さんも共通するけど、誰の車の男で大体私助手席が好きで助手席しか乗らないんですよ。後ろも好きなんですけど助手席乗りがちって気づいた。荷物があるけん後ろ乗ってってるけど、荷物避けても、ね、助手席を乗るっていう。で本当に助手席が好きなの私。なんか助手席の方が良くない？なんか安心せん？うん、そう車の運転かっこいいなと思う。同級生とかが車の運転してるの見たりすると、昨日その同級生なんか喋ってはないんですけど、車ですれ違って、多分相手気づいてなくて、普通にそう女の子なんですけど、あーもう同級生車の運転してるんじゃとかって思って、めっちゃ可愛かったの。髪の毛も染めとったし、なんかね後ろにね友達とかも乗せてね、すごいね可愛かった。あーかっこいいと思って、めっちゃ可愛いと思って憧れました。そう助手席いいな。助手席いいよね。自分運転できなさそう。運転したいけどゴーカートですら、あのなんかやばいゴン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 つくでしょ。車乗ってるってなったらうおーってなる。お話し会とかでさ車乗ってあの来てくれるのめっちゃいいなと思う。めっちゃかっこいいってなる。でも車からさめっちゃさお話し会来る人多くない？
な車の中なの。慣れるわ、ほんまに。マリオカートやばい。新潟県、雪やばそう。本当に運転慣れしてないよね。なんかちょっとまた変なこと言ってる人いるんだけど。待って、光が降臨してきた。光の調節あれ、うわー明るいうわーって叫んだ瞬間明るくなる。うわー明るくなってきたー。よっしゃ、切ろ切ろ。明るくなってきた。そうやん。やってく。いったー、皆さんこんにちは。まあ大好き、面白い。モノマネ、そのモノマネをするのが好き、楽しい。いったー、皆さんこんにちは。モノマネが好きなの、楽しい。ジュリボーハートありがとう。ジュリボー大好き。待って、後ろの背景消えた。私にしかピント合ってない。これはもしかして私が天使ってこと。しかもなんか光ってきたんだけど、ほっぺ、ほら見て、ほっぺた光ってきた。やばくない、これ私天使ってことやん。どうする、今日ほんまにやばい日かもしれん。めっちゃ私にしかピント合ってないし、てっちゃん色紙ビームあるけど、ほらほら光ってきたし、なんかハートの内側がやばくね。いやもう本当にやばい、どうしよう、消えないで。ああ。ここはどこだ。誰ですか。何これ、なんか私映ってんだけど画面越し。なんでコメント欄、何これ、なんかみんな誰か喋ってる。なんでこんないっぱいいろんな黄色とかピンクとか赤とかレインとか、いろんな色のアバターがいるの。なにこれは、誰かここから出して、誰かここから出して。何ここは、とりあえずマスクやめて。何ここは、何ですか、何ここは、どこ、ここはどこ、はぁ、何この人たちは。モノマネメンバーが誰かって、何を言ってんの、めちゃくちゃ、何が、どういうこと、何この流れているのは。ストレッチは雪降ります。何を言っている、インドネシア、すごいインドネシア、どっからめっちゃ光ってる。 何を言ってんの、なんだここは、どこを出して、ここから出して。なんかみんなに感謝されてる、どうしたらいい。夢か、びっくりした。おー夢か。日向ぼっこなう、イエーイ。ひなたぼっこなう、イエーイ、あったけー。ひなたぼっこなう、イエーイ、新年早々ひなたぼっこなう、イエーイ。ツイートしようかな、ひなたぼっこなう、イエーイ、めっちゃ嬉しい、イエーイみたいな。ひなたぼっこなう。でもでもやんか。ちょっと
どういうこと？死ぬ、死ぬ、主権さんありがとうございます。ありがとうございます。普通にコメントごめんなさい。どういうこと？ごめんなさい。必要法定と2期の連弾ことちゃいです。よろしくお願いします。アリキさんありがとう。死ぬ。全然コメント悩みじゃなくてさ、名前呼ぼうと思ったし、なんかよくわからん。ごめんなさい。ちょっととろつき上げてる人がいる、勝手に。俺と東京でコント師、もうもうコンビ組んでんかと思って。もうコンビ組んでんかと思っててん。実は。もうコンビ組んでるかと思っててんやんか、実は。芸歴100年やから俺。芸歴100年やから。ベテランですね。ベテランやからなかなかの、なかなかのベテランです。こんにちは。京都府出身、京都府出身、なかなかのベテラン、芸歴100年、別名です。どうぞよろしくお願いします。どうぞよろしくお願いします。ちなみに今ひなたぼっこなうって言って配信してます。ひなたぼっこなうって配信するだけで、一瞬で配信をつけた瞬間も5466名、69名の皆さんが見てください。そうよね。そうでございます。芸歴100年。ひなたぼっこなうの内メリネと申します。どうぞよろしくお願いいたします。お嬢様ご帰宅なされますね。今日は何のご予定で。お嬢様意識を失っているでございますか。大丈夫ですか。お嬢様なんで喋らないんですか。お嬢様、お嬢様もしかして意識を失っている、意識を失っている。お嬢様大丈夫。波なう。すごい。これさ、体育祭でめっちゃ頑張ったやつ。これ一生懸命座って、めっちゃ痛かったやつ。これ。めっちゃ痛かったくないこれ。足こっち。めっちゃ痛かったくないこれ。座って。はい。めっちゃ痛かった。ちなみにこれもうまいね。これハートを今作ってる。え、ハートじゃないこれ。見て、ほらハートできる。ほら一瞬、ほら光が強くない？チップじゃない。確かに芸歴100年、芸歴100年なのになんで若いかっていうと、実は私100歳で。生まれる前から100歳で今200歳なんですよ。美魔女なんで、私美魔女なんですよ。美魔女なんで今実は200歳で、縄文時代から生きてて、実は縄文土器作ったのは私で、教科書とかに載ってたのも私で、実は実名が卑弥呼って言うんですけど、
今芸名で打つメリネって言ってて、そう実は衝撃の事実で、卑弥呼って縄文時代から来てて、縄文から細胞があって、で今令和で、令和でやっと細胞がまた新しくでき再生され、原人ですね。原人だったんですよ。原人だったんです。眠ってたの蚕で、私実は元蚕で、蚕で糸にされてたんです。こうやって寝てたら、何今の振動は、視界が明るくなってきた、視界が明るい、私の糸がキャー、私の作った一生懸命作った白い糸が糸にされちゃう、キャー、レッツミってやっとって、カイコからヒムコになって、ヒムからツミネっていう話だよねっていう話だよね。みんなにプレゼントしたいものがあって、実はとか言ってたらもう35分来たんですけど、待って、もう2時間経った、待って、これ、ごめんなさい、全然気づかなかった、普通に35分なんですけど、びっくりした、まだ配信中、ごめんなさい、ごめん、え、いいよ、静かに、まだ配信中だ。お姉ちゃん来たということで、じゃあもう配信終わろうと思います。早くないですか、もう2時間だった。早すぎるわ、ちょうど2時間、それな、死ぬ、まだ配信中って。静かに。明けおめ、なあなあ、明けましておめでとうって言っとるファンの人が、ありがとう、お姉ちゃんもおめでとうって言ってます、おめでとうございますって言ってます、今年もよろしくお願いいたしますって言ってます、優しい、うん、もっとやっほー、ありがとう、今年もよろしくお願いします、どうぞ、ハムハムお姉ちゃんもどうぞよろしくお願いいたします。早いな、もう2時間経ったんか、普通にさ、なんかもうまだあれ、まだあれだ、ちなみに今からまだお姉ちゃんバイトに行ってなかったらしい、これは今真ん中のお姉ちゃん、さっきの車は何だったんだろう、ゲイゲイって、じゃあ今日の1位書いておしまいにする、ありがとう、てっちゃん、てっちゃん、てっちゃん、おめでとう、よしちゃん今日も13位から読んでいきます、やばい光が灯してるわ、じゃあ今日も13位、スーさん、マスイパー、ありがとう、12位、マスオ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 、ありがとう、11位、ゆいち、私はゆいちのこと一番好きだからね、ありがとう、10位、ロコポコ、あ変わっちゃった、10位
ジリボージリジリジリボーありがとう、キュイ特にリンネリン特にリンネリンありがとうクリーンありがとう8位王子あ私の王子みっけやっほー王子のおーありがとう7位カックンワイプカックンカック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 ありがとう6位ロコポコ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 ありがとう5位ナンコさんナンコネイネイありがとう4位イシケマシーさんイシケントメンありがとうありがとう3位ケンくんケンくんのことをずっと好きじゃけん早く会いたいけんずっと待ってるけんありがとう2位ヨシタクよしタクありがとうそして1位がドゥルッンてっちゃんですてっちゃん2022年もてっちゃんのこと好き好きにゃんくだけどてっちゃんはありがとうありがとうございましたお疲れ様です。配信2時間ぶっ通して見てくださってありがとうございました。ありがとうお疲れさんチームナンバーワンありがとう。もう一日お疲れ様です。じゃあまたこの後いっぱいメール送るんで見てください。改めて明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いします。じゃあバイバイ。もしよかったらツイッターのフォローとあれもお願いします。じゃあね、みんな大好きやんこ。バイバーイ。